皆さんこんにちは。今日はテクノロジーの巨人、スティーブ・ジョブズについてお話しします。彼は現代のテクノロジー界に多大な影響を与えた人物です。生涯、スティーブ・ジョブズは1955年にアメリカで生まれ、彼は高校中退後、アップルを共同創業しました。彼の独自のビジョンと情熱は、テクノロジーの未来を切り開きました。功績？ジョブズは、独自の洞察力と優れたデザイン感覚で iPod、iPhone、iPad などを生み出しました。これらの製品は、デザインとユーザーエクスペリエンスに革命をもたらし、世界中の人々に新たな体験を提供しました。名言集？ジョブズは、洞察力に富んだ名言を多く残しました。ここでいくつかご紹介しましょう。1. ハングリーであれ、愚か者であれ。2. 旅の過程にこそ価値がある。3. その瞬間、人生で最も素晴らしい体験を放棄しているかもしれない。4. 墓場で一番の金持ちになることは私には重要ではない。夜眠るとき、我々は素晴らしいことをしたと言えること、それが重要だ。5. 金のためにやってきたわけではない。買いたいものなんてすぐに尽きてしまう。6. 残りの人生も砂糖水を売ることに費やしたいか、それとも世界を変えるチャンスが欲しいか。7. 人となりは、その人のヒーローが誰かで大体わかる。8. 何かを捨てないと前に進めない。9. 過去ばかり振り向いていたらのではダメだ。自分がこれまで何をして、これまでに誰だったのかを受け止めた上で、それを捨てればいい。10. 前進し続けられたのは、自分がやることを愛していたからだ。11. お金は損するかもしれないけど、自分の会社が持てる一生に一度のチャンスだ。12. 毎日を人生最後の日だと思って生きれば、いつか必ずその日は来るだろう。13. 大事なのは自分の心に素直になることだ。14. 私は持っているテクノロジーをすべて引き換えにしても、ソクラテスとの午後のひとときを選ぶね。15. どんなマーケティングでも、打作をヒットさせることはできない。16. 仏教には初心という言葉があるそうです。初心を持っているのは、素晴らしいことだ。17. 昔を振り返るのはここでやめにしよう。大切なのは明日何が起きるかだ。18. ベルは、電話を発明する前に市場調査などしたか？ 19. キャリアではない、私の人生なんだ。 20. 偉大な製品は、情熱的な人々からしか生まれない。 21. 終着点は重要じゃない。旅の途中でどれだけ楽しいことをやり遂げているかが大事なんだ。 22. 僕は30歳、まだまだ成し遂げたいことがある。 23. 年を取れば取るほど、動機こそが大切だという確信が深まる。 24. もし今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることは本当に自分のやりたいことだろうか。 25. 人生で何をしたいか、大学がどう役に立つのか見当もつかなかった。 26. 一つのことを一生やり続けられると確信する日が来る。 27. 大抵の人なら諦めそうな辛い時期が何度も訪れる。28. 人は生まれ、ほんの一瞬生き、そして死ぬんだ。ずっとそうだ。29. 何を捨てるかで誇りが問われ、何を守るかで愛情が問われる。30. イノベーションは誰がリーダーで誰がフォロワーかをはっきりさせる。